にちは、グッドテイスト TV のヒロトです。本日はこちらレビューしていこうと思います。はい、ロレッタハードゼリーですね。こちら 300g で定価が税込み2200円となっておりますが、 Amazon だと今見てみると1327円になってますね。はい、ロレッタハードゼリーということでね、こちらジェルのレビューになりますね。バーバースタイルとかそういうの関係なしに、ジェルっていうジャンルで言うと多分これが今日本で一番有名、人気使ってる方が多いんじゃないかなとね、そんな感じがしますよね。霜降りの粗品さんっているじゃないですか、お笑い芸人の霜降り明星の粗品さんがですね、 YouTube チャンネルでおすすめジェルランキングベスト3やってたんですけど、これね1位にしてましたね。ちなみにね、3位がアリミの麺のジェルで、2位がギャツビーのスーパーハードジェルということですね。まあでもこれが1位ということでね、まあいいんでしょうね。芸能人の方が使うくらいですから、多分スタイリストさんとかもねかなりこうおすすめしてるんでしょうね。ちょっと話しとれますけど、霜降りさんの YouTube 見てましたけど、やっぱお笑い芸人さんってすごいっすね。あの8分とか10分とかの動画を全部ノーカットでバーッと撮るっていうね、1本ね。コメントでもね書いてありましたけどね、やっぱ僕みたいな素人だとこう話が詰まったりとかこう噛んだりとかするんで、ちゃんと喋れてるとこだけこうカットしてね、こうバーッと喋ってる風に見せかけるんですけど、やっぱお笑い芸人さんバーッとノーカットでね、テンポよくあのくらいの尺の動画を1本撮れるっていうね、なんかコメントでも書いてありましたけど、ね、すごいですね。はい、すいません、ちょっと話しておりましたけど、粗品さんのおすすめジェルランキングベスト3の動画概要欄にねリンク貼っておきますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、ということでね、粗品さんの1位ということでね、あの毛量を抑えられるということで、やっぱりホールド力とかセット力もこれねすごいですね。もう本当にバキーンとハードに固まる感じで、で白い粉とかもね出てこないですし、品質もいいんでね。なんで水性ポマードだともはや何使ってもちょっとこう髪の毛時間経つと浮いてきちゃうよ、ホールドできないよって方は、こういうジェルですね、ハードジェルで固めるっていうのも一つありなんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はこちらのロレッタハードゼリーを詳しくレビューしていきたいと思います。チャンネル登録まだの方は登録ボタンポチしてから、よかったら最後までご視聴ください。はい、まずパッケージからです。プラスチックのアイスみたいな容器なんですけど、内容量が 300g ってことでね、かなりとでかいです。今まで紹介してきた中で言うと、でかい容器で言えばデュースグリースが 230g で、西武頭髪の91ディップが 275g ということなんで、それらを上回る過去最大のでかさですね。デザイン的にはこんな感じで、まあ柔らかいというか可愛らしいというか、男臭いというよりはどちらかというと女性っぽさもあるような、バーバーというよりはどちらかというと美容院に置いてありそうなね、そんないつもこのチャンネルで紹介してるような製品とは真逆のデザインかなと思いますね。はい、こんな感じでサロン専売品と書いてありますね。どんなスタイルも即キープ、水をつければリスタイリングも可能で、ベタつかないウォーターベースゼリーですということですね。はい、それでは蓋を開けてみたいと思います。こんな感じでアイスみたいな容器ですけどね、中はこんな感じで透明なジェル、プルンプルンのゼリーのような質感です。ただ触ってみるとこの見た目以上にかなりとろみが強いですね。ポマードなんかと違って柔らかさ、水っぽさがあるんで、指で取りにくいは取りにくいんですけどね、ちょっとこう指からトロッと滑り落ちてくるような感じは若干あるんですけど、なんでたっぷり取りたい方は、粗品さんもやってましたけど、2本指でガツッとスプーンみたいにすくった方がたくさん取れるかと思いますね。もっとたくさん取りたい方は3本指でも4本指でもいいかと思いますけどね。はい、続いてこちら香りなんですけど、ローズ系の香りということでですね、まあバラの花の香りがしますね。すごく華やかな感じでおしゃれな感じではあるんですけど、まあ普段このチャンネル見てるようなね、こうバーバー系のブランドのポマードとかスタイリング剤使ってる方からすると、まあ、やっぱどちらかというとこう女性っぽいような香りって感じるんじゃないかなと思います、まあ、やっぱバーバーというよりはこう美容院に置いてあるシャンプーのような、ね、そんなイメージですかね、香り的にね。まあでも男性でもね、こちら愛用者が多いようなジェルということで、まあ、ユニセックスな感じでね、でまあ決して男性が使っててもおかしいような香りではないと思いますが、まあ、こうやって嗅ぐと結構ね、ローズの香りがやっぱ強いなという感じがあって、で自分でスタイリングしてる時もね、この香りがかなりこうふわっと自分には強くくるなっていう感じはあるんですけど、こちら髪につけて乾いた後はですね、まあそんなに匂いは出ないですね、まあほぼほぼ出ないと思いますね。まあそういう意味でもね、使いやすいってところでね、男性にもすごく人気のジェルなのかなと思いますね。はい、それでは髪につけてみたいと思います、ジェルということでやっぱり非常になじませやすいですね。しっかり分量だけ調整して指に取れば、あとは髪の上でもよく伸びていきますし、まんべんなく塗布できる
ると思います。そしてですね、まずこちらもロレッタハードゼリーの人気の理由の一つかなと思うんですけど、スタイリングしててすぐに固まってこないっていうね、この水っぽすぎず程よくとろみのあるテクスチャーがいい感じに髪に馴染んでいってね、スタイリングもねすごくしやすいです。今回もいつものように量たっぷり多めにつけてオールバックでピタッとコーム通してセットしていきたいと思いますが、ジェルによっては髪に馴染ませてからさあコーム通すぞって時にすでにちょっとこうバリバリ固まってきちゃうものとかもねあるんですけど、そういったタイプの製品はタオルドライの状態とか髪の毛ちょっと濡らしてる状態で上からジェルをつけるっていう必要があるかと思いますが、今回のこのマネキンは髪の毛全く濡らさず普通の状態でその上からロレッタハードゼリーつけてますが、コーム通してても全然固まってくる気配はなくてですね、スタイリングはねすごくやっぱしやすいですね。はい、こんな感じでねたっぷりつけてみました。つけた直後はやはりジェルらしいしっかりとしたウェット感が出てますね。まあ、もっと分量調整すれば動きのあるようなセットとかもできると思いますけどね、まあ、やっぱり固まるまで時間の猶予があるのでね、こう遊びやすいというか、まあ、いろんなスタイリングできるかと思いますが、まあ、今回もいつも通りねたっぷりつけてセットしてみました。はい、そして時間経過するとこんな感じですね。さすがにつけた直後に比べるとウェット感は乾いてツヤは若干落ちましたね。そしてこの通りホールド力は抜群です。もうバリッバリに固まっておりますね。これだけ時間経っても本当もうセットした時のまま全く動いてないですよね。頭激しく振ってももう全く動かないというね、ビクともしないというね、かなりスーパーハードホールドです。触ってみてもですね、ほんとバキバキに固まっておりますね。ハリネズミのようなヘアになっております。髪の毛折り曲げようとするとこうボキッと折れるようなね、そんな固まり方をしてますね。まるでちょっとした鉛筆の芯のようですね。そしてこんな感じで近くで見てみてもこの通り粉が吹き出てくるような感じはなく、非常に品質もいいと思います。そしてジェルということでですね、水溶性なので洗い落としはいいんですけど、これくらいたっぷりつけてバキッと固まってると最初シャワーのお湯でほぐす時だけ若干手こずるかなっていう感じはありますかね。水溶性のポマードとかグリースだとシャワーのお湯だけでもほんとすぐにスッと落ちていくような感じはあるんですけど、やっぱこれくらいたっぷりつけてハードにバリッと固まってると最初これをお湯で溶く時だけ、まあ、若干時間かかるかもですね。まあ若干ですけどね、まあ、ただ洗い落としいいか悪いかで言ったらまあ全然いいと思うので、シャンプー1回すれば普通に落ちていくと思います。はい、ということでね、ロレッタハードゼリー、まあ今日本で一番人気有名なジェルですかね、これがね多分ね。まあ品質もすごくいいんでね、やっぱね、つける分量によっていろんなスタイリングができるかなと思うんですけど、まあ今回のマネキンみたいにですね、こうベタッと多めにつけると本当にスーパーハードホールドになるので、やっぱポマードではもうちょっと抑えきれないよというね、剛毛の方、毛量多い方はこういったタイプのねスタイリング剤もね一度試してみてもいいのかなと思いますね。まあただ今洗い落としのところでも言いましたけど、大量につけるとこうバリバリ固まりすぎててね、こうちょっと最初シャワーのお湯で溶くのだけ時間が若干かかるかもしれないですね。なのでですね、逆にこう耐水性が若干あるというのかな、ちょっとの汗では流れ落ちないようなね、そんな感じがあるのかなと僕は感じましたね。水溶性にして耐水性も若干あるみたいなね、そんなイメージでしょうかね。はい、ということでね、こちらほんと芸人さんとか芸能人さんとかもね、かなり使ってる方が多いと思われるロレッタハードゼリー、もう知ってる方ね、使ったことある方もね多いんじゃないかなと思うんですが、ぜひ気になった方はねチェックしてみてください。はい、こんな感じで今回はこちらロレッタハードゼリーをレビューしてみました。このチャンネルではメンズスタイリング剤レビューを中心に配信しておりますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またコメント欄からレビューしてほしいスタイリング剤のリクエストも随時お待ちしております。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。